ちょっと待ってな。俺は美咲ペンどこやった。おはようございます。あれ、さっき用意したのがなくなってる。昨日はね、世代交代前夜公演千秋楽ありがとうございました。無事に千秋楽を迎えましたね。でよいしょ、雪乃もあのね、復活じゃない復帰してくれて、あどういうよ、なんか変、まあいいや、嬉しい報告ね、嬉しい。もうぶきちゃんが泣いちゃったのでさ、もうそれも見て泣いちゃったきのうお疲れ様、ありがとう。前髪耳、あーそう、切ってもらったよ。昨日復帰よかったね。ね、昨日よかった。そう、さきちゃん号泣、もうケーキも号泣ねしてた子が多いけど、やっぱまたさ17人で、まあもうレイヤちゃんが卒業発表しちゃって、あと2ヶ月ちょっとぐらい、まあ2ヶ月ぐらいあんのかな、分からへんけど、まあそんぐらいしかないけど、まあ、またゆきのんがね帰ってきてくれて、ちょっとでも17人でさ活動できる期間がもう あるわけやから。でも昼声の最後涙が、え、そうや、でももうタンポポのイントロでやられた最初はさ、まだ若干なこのたまるぐらいやってんやんか。でもあの2番終わった後、2サビ終わった後ももうポローですの動きは定期やったけどそうね、それ行こうと翌日公演早明日かな。うん、昨日なゆみちゃんに涙もらい泣きしたさゆみもいろんな方の涙をもらい泣きして余計涙が出たよっていう。
再生の動画で久しぶりにチータンが引っかいがあるの見た。もううん、それも懐かしいな。なんかさ、絶対にさ、もう9期しかいないからできることをいっぱいあるわけやん、楽屋とかでも。まあなんかめっちゃふざけたりとか、それがさ、もうできなくなるのが寂しいよな。あと9期はいたとしても先輩さんがいることが多いやんか、多分ね。もうシャレクじゃなくなっちゃったから、ジャンファストやピリー最高隊お疲れ様でした。ありがとうございました。もう何週間後そう、タンポポの時はもう、でも一度び嘘じゃない、もっと前ぐらいから結構なんか泣きそうになって、涙は垂れてはなかったけど、ちゃんおはよう。昨日はいろいろありがとうございました。昨日出てきた時は吠えた。ありがとうございます。冬さんが流れ星キャッチであんなに近くに行こうと思ってませんでした。吠え見つくってよかった。びっくりしたね、雨もびっくりした。カッパが最後のケーキのかなぁ、なんなかなぁ、多分。チームでやるってなったら同期だけでってのなくなるやろうね。あ、でもカムリライブ福田が来るかな。うんねえ、友達カッパがある。そう、チカッパがまだありますね、25日に。これからどうなるのかな。そうね、なんだ、なんかあれなんかな、チームにアンダー出演していくんかな。明らかに何かが入ってる、痛みしてる。正体不明のゴミが入ってます。まあ9期だけがみんな集まるのは、9期だけが集まるのはあれだね、チカッパ祭。まだ一応コンサートもみんな集まる、コンサートはみんな集まるね。好きな話してる人が泣いちゃうと映っちゃう。え、わかる、もうめっちゃ映る。ちょっとコメントがもうチームとナンバラにアンダー出演しながらいずれ昇格みたいな感じなんかな、かな。てかにやまる鍵しないと。
から、そうやったわ、そうやった。ないっすね、ページがね。まあ探してるけど、おっと、いろんな遊びに使いすぎて、まあいいや、こっちあるし、ここに、これじゃない、あ、これや、オッケー。から多分しよう。ここでから書くか。どうしよう、普通やな、知った。ちょっと一旦試してみる。あ、普通やな。じゃあ下敷きを引きましょう。7月度かな。7月度これ下敷きにも映るな。そしたらじゃあこのスケッチブックをしたり下敷きにしよう。あ、暑さが、あ、暑さがやばに終わる。会議これが7月の目標を書くやつとして。大変だね、書くものが違うと。よし、お、大阪塊、大阪塊やばいな。ママー来ません。どうしましょうかね。ママー、会議来てー。だわ。え、なんで？あの方返事したのに来ない。ママ、来て、来て。無理。早く。うん、なんで起きな、な、なんもないや、もういいや。目標。
さかかたまり。あ、いろいろ書いてるこれ何を書いてんやろこれ。まあでもなんか配信で書いたやつやろな。うん。そっか、クイズか。うまいな。でも赤いペン用意しないと。丸が使った。そう、なくなったね、全部。すごっ。うん、うん、すごい、髪の毛がなびいた。扇風機、おはよう。うん、バリ寝起き、ママ寝起き。確かに猫泣いてない今日。な、珍しいな。ママが起きたかときに。まあいいや、手で落とそう。寝起きママさんね、めちゃくちゃ、はいはいはい、いけますか。うん、まあ、あやみからか。そうやで。はい、ゆきと写真撮るだって。名前覚えてみんなと写真撮るって書いてるんやけど、うん、これメイビーちゃんしていい。メイビーちゃんしたらあかん何？でも写真撮るのは無理でしたなんで？だからリハの時、リハじゃないわ、なんていうの、練習、うん、今あの今日か、今日や、今日よ、うん、今日のための練習の時はなんかこの時間なんか使いませんとか言われてて、ちょっと言ってるなんかレッスン上を10期が使ってる時は、うん、10期生が使ってる時は入れなかった、うん、あ、そうそう、その出入りとかは忙しそうやった。写真はあってん、何人かあってん、でもリハ中やんてん。リハ中って何なんか練習中、うん、今日とかのリハーサル中だから写真はまだまだです。今日もしかしたら撮れるかもしれない。なんか隔離されてんねんな。え、そう、あのアイミーたちの時もそんな感じあった。メイビーちゃんスタートなので、うん、あれだけテストするね。名前、うん、オッケーオッケー。結果昔撮った人にだけそうですね、もうでもそれもそれはなしってことになっちゃってたんで、前回ね、前回の見守る会議で、うん、なのでなしだそうです。みんなの写真、みんなの写真もダメ。みんなの写真はです。もう2社で勝手にはダメです。はダメ。え、どの画像にしよっかな。潜在写真じゃない。うん、え、そんな潜在写真だけ見てさ、うん、覚えてた。潜在写真よりもそっちの方が分かりやすいかもしれない。でもないな。いや、潜在写真にしよう。潜在写真うるさやみ髪の毛、
髪の毛のせいでじゃないわ、扇風機のせいで揺れてる。あ、これでしょ。なるほどね。これここはい、これ誰だ。これは高橋琴音さん。さんピンポーン、イエーイ。見える、はい、高橋琴音さんでした。ピンポーン、はい次。はい次。髪の毛分かりやすい、それあ、こ次の子が見えちゃう。次の子、はい、この子は中川智香ちゃん。違う。え、違う、なんかめっちゃ顔似てる。ちょっと邪魔待って、思い出せ、あゆみちゃん思い出せ。コメント見たらあかんで。うんなんかさっきめっちゃ引っ掛けあってん。あ、ブログの写真とかでもいいか。前も分かりません、ほら分からないって。いろんな名前が出てる。ボンバークラスにして、なんて違う写真にする、その子の潜在写真かブログの写真か。ブログ、うん、潜在写真やったらみんな顔似てるからなメイク一緒で。あいたちゃんも昨日似たような、あ、かわいい制服着て。ママがかわいい。山口美代ちゃん正解。かわいい黄色のさ衣装かわいいよな、これ黄色のやつもかわいい制服、うん。アミたちは赤を着ることが多いんですよね。あ、そうなの、違うんや。うん、いろんな色のせいから。あ、これはもう分かるね。ボムも分かりました。赤山武田京香ちゃんですね、かわいい。はい、次。今何人、今3人。これも分かりにくいな、ママもこれをちょっと、うん、あやみと同じ時に年齢の B に、同じ年齢の時に年齢の B に入ってきてるってことやんな。年齢は、うん、年齢はでも誕生日がまだやからかな、11歳やんな、まだ確か。はい、あ、ね、村井優里ちゃん。違うし、ゆかもさん、もうそこ分からへん。分かる、村井優里さん、うん、ちゃんと三鴨くるみちゃんちょっと似てる、うんうん、ちょっとごっちゃになる三鴨さんです。三鴨さんでした、かわいい三鴨さん。三鴨さんかわいい。三鴨さんね、そう似てるね雰囲気、そこ二人。三鴨さん、三鴨さん、あ、これは三鴨さんやわこれは三鴨さん。あ、ちょっと休憩、はい潜在写真やったらすぐ分かったのにな。潜在写真覚えてるからやろ。そうだよわあ、これか三鴨さん、それ多分なこれやな、これはほんまにあれやわ。そう、村ゆいちゃんはあのホーピーの友達、ホーピーの連れ、やばいそれ多分あれかな、どっちも前髪がないからやな多分。前髪いないメンバー結構いるよね、10期生。びっくり、かわいいな、前髪ないのもかわいい。くしゃみしてる千尋だけ分かる千尋ね、千尋じゃん。あのほのぴー結構休憩でもさ、公演中もさ、あの一緒
そう、キューキーの公演でも結構石山千尋ちゃんの話題が出てるんですよね。ほのぴーと、なんかほのぴーもだ、なんか何ほのぴーがいやーあほのぴーがダジャレキャラで、石山千尋ちゃんもダジャレが得意っていうので結構話題が出てきてるんですね、世代交代でも。だからびっくり。どうなるんだ。でもほのぴーは即興ダジャレやん。で多分石山千尋ちゃんはダジャレを考えるやね。どうなんやろなって思って、面白さで言ったら多分、あ、なんか持ってきた。なんか持ってきて。はい、貸してください、次。はい。どうしたこれ、膝。ん？うんほんほん。すって言った。ないや。怪我かと思った。全然違う。今さっき、ペンをし。え、なんかこれさ、石原さとみみたい。みかもさん、この顔。石原さとみ似てない？確かに。石原さとみみたいで可愛い。おぎりと漫才の違いみたいな、なんかな。まあ、ほのぴーと石山千尋ちゃんのことについて話してて。あ、仲いいらしいの話？あ、違いました、ダジャレです。あ、ダジャレか。はい。ナンバの石原ナンバの石原さんや、石原さとみさんが来た。でレイヤもさ、なんかナンバの橋本環奈さんと呼ばれてた時なかった、なんかめっちゃ懐かしいねんけど。知らん、え、え、あれじゃん、休憩内で言ってた時かな。え、多分休憩内で言ってた。はい、はい、次。あの子難しい感じの方の子、渋谷あさなちゃん。ピンポーン、やった。かわいい。この子もさ、YouTube より全然さ、うん、かわいい、全然とか言ってごめんなさい。YouTube よりさ、実物めっちゃかわいい。いや、みんなさ、多分実物かわいいよ。それは。だって。なんでな。メイクが薄いから。そんなんかわいく。だからさ、ブログとか自撮りの方が盛れるし、なんか自然体で打ってた動画の方が可愛いのは。まあ渋谷渋谷谷、はい、次。え、笑ってる。ででん、え、笑ってない方でもいいよ。笑ってない方でもいいの。あのあいさちゃん、アイサちゃん。何、アイサちゃん。アイサちゃんのな、名字が、え、名字が出てこへん。内田さん。すごいすごいすごい、コメント来た。なんやもう。じゃ内田さんってハテナがあったから、あのもうそのまま内田さんって呼んだら。内田さん。内田さんか。佐渡さんも全員覚えたんですか。いや、ママなんかあさなちゃん、うん、アイシャちゃん、うん、岩波さんあたりが、うん、あやみでも、あとみかもさんと村井さん、宮原さんもちょっと並ばれると。あ、確かにそこをちょっと並んだらみんな前髪ない組やからさ。はい、かわいい。はい、かわきねいろはちゃん、なんかアミタン似てるな、これ。アミタン似てる、めっちゃアミ。でも同い年やろ。うん、アミやな、めっちゃ。めっちゃアミ、アミ、はい、次。なんか笑ってる方の方がアミに似てるな。うん、バリアミ。うん、まだキネエロハちゃんは実物を見たことがない。あ、そうなんや。うん、あ、みんながおるところに、あのちょっとあやみたち、これマジ裏話やねんけど、そのレッスン場をコンサートをリハで使うから、うん、
10期生の練習を劇場のね、うん、あの鏡の部屋でやることになってて、うんうん、だからあやみたちはどこも使えへんから、うん、その教養部の机をグワーってして広げて何人かでそのコンサートの振りを覚えてたんですけど、うん、その時にマネージャーさんにちょっと呼ばれて、うん、ちょっとあの9期生に先輩としてあることをしてほしいみたいな言われてるのか、うん、まあ、それはちょっと何かは内緒なんですけど、うん、それでみんなのことを見たことはある。ああみんながやってるところをこうパッと見たけど喋ったり、うん、しはしてない、はあ、だから写真は撮れないはい次、はい次、気分かんないって誰よこれ、ほんまに分からない、ちょっと待って、記憶からポンって抜けてる、パイセンやで、やばい、確かになんか誰かに似てるの、誰かに似てる、あ、ここや、ちょうどいいポジション見つけた、あ、もうみんな書かへんくなっちゃった、コメントこれ一人書いてくれてたで、マジ、うん、あ、ヨシミンかな、ヨシミンじゃない、じゃあヨシミンに若干似てるねっていう話じゃあヨシミン似てるんかなって言ってあ、そういうことはい、さどっちがさ、下の名前、下の名前がさ、え、じゃあさえちゃん、うん、じゃあさえちゃんってどういうことさでくちゃみ出る、でもみょちゃんくちゃみくちゃみくちゃみと席一緒に出てんけど来たよ、ちょっと鼻噛んでくれませんかおばさん、ティッシュはほらある、ミュートして、はい、あ、しーです、すいません、ん、宮崎さえちゃうんでしょ、 あのミュート解除しちゃった、今しました、やっほー、悩みも食べたい、うん、はいはい、めっちゃ弥生さん似てる、笑ってる方も、これです、続いて、あと誰が出てるの、待って、今何人やった、分からん、分からないね、まあ、え、分からへんの名前、あ、出てこへん、もう全然覚えてないやん若山ちゃん、若山ちゃ ん, ちゃんあ、待って、さっき出たな、あやみ言ったな、確か、うん、中川智香ちゃんだ、うん出ました、さっき言った、なんで今出てこへんの、もう今完全に言った気でおったもん、あ、あれか、もっとアイドルしてた子か、うん、はい、あー、かわいい、ミリアちゃんですね、田中ミリアちゃん、これアウトですねなんでですか、だって覚えてないね、もう、あ、そういうこと、そっち、今ちょっと達成ならずやわ、たか、たか、ちょっと高橋、宮
ほらもう言えてないよ。じゃあ今まず宮崎さえちゃん以外は今とこ頑張って答えてる出てなかった。あ、これは村井ゆりちゃんですね。みかもさんも村井さんって言ってたしさあママもでしょ。え、ママ言ってない別にじゃあ宣材写真でやってよ。宣材写真で やりだしても、うん、宣材写真やったら宮崎さえちゃんの名前出てきてなかったやん。宣材写真でやったら何かやってるやんやってからも間違えてんねん。あ、それはそう。次はいはいはい、あ、こっちか。カニングもありましたね。カニングもありました。カニングもありました。すいません。はい、これはこれはテーマ若干持ってきてるからちょっと待って今黙っていった。ほらえ、コメント見あかんで。うん、今下向いてるだから。じゃあこっち見よう、こっち見よう。そうしよう。岩波風花ちゃん混じってる。え、あれ岩波風花ちゃんって誰？岩波風花ちゃんは誰誰誰誰？岩波風花ちゃんはいません誰やねん今。岩波、うん、あれ、あ、なんで岩波風花ちゃんって出てきたん？岩波さんは合ってます。合体したら岩波さんやな、うん、待って、岩波、うん、でも風花しか、ゆうかちゃん正解めっちゃ混じっちゃった。じゃあ永田風花ちゃんだね。で岩波ゆうかちゃんか。合体しちゃった。混じりまして、はいはい、ダダンダダン、じゃん。これが、え、もう何人目や。もういや、波ゆかおもろそう。はい、これは誰ですか。これはあれですか、先ほどあの合体してしまった、うん、永田風花ふ風花さんですか。そうです。すいません、合体ちょっと、はい、ロコちゃん、ロコちゃん、ロコちゃん、かわいいですね、うん、永田風花ちゃん。やっぱさ、なんかさ、ショールームしてた子はさ、うん、ショールーム時代のあれがなんか定着しちゃうよね、名前が、うん、はい、これこのもんちゃん、かわいい。笑ってるのかわいいね。笑ってるのもかわいい。かわいいです。違う、笑ってるはい、お名前は西山千尋ちゃん。ピンポンピンポン、千尋ちゃん、こなもんちゃん、かわいいです。同じ大型だそうです。大型なん？うん、こなもんちゃん大型やねんって。へえー、押せる大型推し、ママ大型推し、うん、大型推しか。でもなんかキューキーさ、あやみが可愛いってあったね。キューキー何、なんか大型って結構人口多いけど、キューキーは大型はそんなおらんねんな。うーん、誰や、あやみと3人 AB 型だもん。うん、そうやねん、そうやねん。 AB 型がめっちゃ多い。贅沢な名だね。やった、ワイも多かった、ワテも多かったそうそう、誰誰誰、カテルさん、ムーチョさん、ほうほうほう、笹岡さんテンション上がったから、この子が推しなんだ、ちょっと推しつつある大型めっちゃおる、あ、やめちゃおった、大型めっちゃおるあ、エビエビエビ来た、エビエビエビ、ちゃうちゃう、鳥取だエビ多いのかって言ってるだけ。ああ、そうか、あ、でもエビエビエビだった、エビエビエビ、すごいすごい、みんなエビエビを、あ、A 型や、エビほほえみさんは A エビエビ、 B とかいないかな、
YAB。 あ、え、あ、あ、でも弟太郎さんも AB なんや。 AB 平凡な A、 A 型 A、 B、 O、 うんうんうん、B、 確か B も少ないな、確かに。 A、B、O やけど周りの友達の AB 率え、待って、あやみもあやみも、へえ、あみもそうやし、友達も AB めっちゃおるの、仲いい子。そうなんや、うん、もう B の友達ばっかり。へえー、あみだってあるじゃん AB やで。あ、そうなんや、うん、し、他の友達も AB 結構多い、仲いい子は。あやみはだから大型には AB が寄ってくんのかな、なんか。そうなんかな、そういう人あんのかな。え、ないよ、だってママの友達 AB おらんもん。あ、アミも AB ね。 M ちゃん、一人目の M ちゃんは O で、もう一人の M ちゃんは何て言ってたかな、 O やったかな、 AB ではないねんの。うーん、O 型マジ蚊に刺されやすいねん、けど、ま、ママと一緒におるときは、うん、ママの方がめっちゃ吸われるから、うん、ママの方があやみあんまり吸われへん噛まれへんか。カヌレ食べる？食べる。AB って少数派って気がすんね。おー、そう、オレオがついてる。クッキー&クリームってことですか。うん、ありがとう。そうか、さん大型です。うん、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 美味しい。 AB 型は10人に1人のはずやのにいっぱいおるこれ美味しい。なんかささ、なんか面積広いか言うてる人おんな。刺される面積が。なるほどね。うるさ。だから身長の問題かもしれない。朝からカヌレ。B 型だけど友達は O 型だけです。うん。このもんちゃんもリオピより高いよな。びっくり。え？計算合わへんよなこのお顔。うん、そうやねん、そうやねん。570近くある。はい、次、うん、よし、よしじゃない。宮原このんちゃん、なんかオッケー、なるふうに見えへん なマジで高校生ぐらいに見える、うん、大人っぽい。以上15人でした。お、以上なんや。うん、なるほど、これ食べよう。うん、カヌレって美味しいよな。カヌレ大好き。よいしょ。うん、ふん、うん、ふん、このこのこのクリーム好き。うん、うん、ふん、正解率は、うん、15人中何人？13かな。うん、13点。でも半分以上。いや、あんま採点。自分を褒める基準甘っ。あ、消すじゃないね、罰やね。え、そう、罰だ。あかんかった時なんて書いてたっけ。達成、未達成なんて言ならずって書いてるわ。来月、来月追試、追試って何。もう一回やるってこと。ああ、そういうこと。そうですね。みーちゃんもモンガ買ってるよ。知ってるよ。
前から買ってた本がさ、見せてもらったことあんねんけどさ、なんか写真、うん、めっちゃ可愛かった。そうなん、うん、セレクションの時、休憩の本が高橋さんも猫3匹やねんって。え、一緒やん、高橋琴音ちゃん。まあ大人になったら、来月はそう、あのコンサート期間もしかしたら会えるかもなんですよね。もしかしたらな、いや今日会えるやん、今日行くって言ったよ。今日会える、今日行くって言ってた。もう一個あげるわ。やった。え、ってかこれも同じ味まあいいや、だから写真はでもさ、今日撮って、うん、今日載せれば、うん、ギリハッピー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 ですか。猫さん仲間、うん、高橋さん可愛いよな、うん、みんな可愛い。ギリギリすぎる達成だな。28日23時59分までってこと。いや、そうだね、ママ的には27時、うん、27日、うん、昨日だから27日の23時までが締め切り、うんうん、ママ的には、うん、せやな、ハッピーラブ&ピース協会やから、もうちょっとハッピーラブ&ピースに行こっか。セーフやった。アミアヤが10期のお姉さんメンバーに心を奪われるってことはないの。あったらあるかな。アミアヤが好きになるってこと。うん、アミたちがお姉さんを好きになるってこと。うん、ああ、もう何人かそうだけどさ。もう何人かそうなんや。もう何人か心奪われてんの。うん、可愛いみんな。へえ、まあ。まだ顔しか分からへんからさ、あれやけど。うん。あのお姉さん可愛いってなるの。そう。うーん。また聞かせてね、誰か。うん。ちょっとかなり早く食べ終わってもろて。これあの、あそこの。あそこのカヌレだよ。ナンバーパークス、うんうん、ナンバーパークス、うん、に上がってすぐのカヌレ屋さんがもう閉まるらしくて、ピンポンなってる。何来たん？もう追加の CD 来た。まさかのやった。追加の CD 来ました。え、まだこれ今日やってる？もう、お、止まったかな、ここ。今日までやってる。うん。今日まで？今日までやってる。追加の CD 来ます。恥ずかしい。ちょっとだけ追加しました。あ、ちょっとだけやん。ちょっとだけ追加しました。こちらの5枚でございます。何の追加？握手会？内緒。なんで？でももう握手会しかなくない？待って、握手会しかないやん。剣切ります。犬がさ、握手会って書いてある。みんな聞き慣れてるこの音。あるあるね。ちょっとやばいった時嫌な気持ちになる。そうやんな。みんなの聞き慣れた。ピンチ言いますって。ん？
剣ちぎりますって握手会、握手会でももう剣来るの握手会しかなくない？そうやったバレた。え、待って、もう来週やん。ほんまや、怖い。土曜日か、あれと日曜日か。なんかほんまに夏休みのせいで曜日感覚がさ来る。じゃあじゃあ、あやみやん、次あやみやん目標。ママペンどこやった？わかんない足元にあるじゃん。そう、エスカレーター上がったところで外に店舗がある、うん、あ、そうそう、屋さん、あの中、なんか真ん中のエスカレーターみたいな、真ん中っていうかなんてやろ、なんかめっちゃでっかくナンバーパークスみたいな、それちょっと分からへんねん、書いてるとこのエスカレーターです。天王寺のお店もなくなるの？あ、じゃあもう全部なくなっちゃうの？え、やだ、なんで？美味しかってんけどな。そうな、これ一回差し入れでいただいたことあるよ。笹岡レーン、笹岡レーンないです。うわ、前日に公演大変。ちょっと、はいはい、会議会議会議しましょう。次、これは、まあ、これは見せた。あ、これは次は大阪がたまり捨てだらんです大阪がたまり捨てだらん公演を自主的に覚える。はい、まあ、そのもの存在しないんですが、はい、大阪魂、大阪魂は覚えました。おお、はい、かたまりは覚えてないけどね。大阪魂覚えました。まる、ちょっとだけ見せちゃおうかな。え、ダメだよ。なんでルームス、あ、そっか、どうしよう。あ、そう、まあ、ルームスに、ルームスに、うん、今日か明日から、うん、どれが正解これ。短いやつとか消していい？1分のやつ。あ、貸して、見るわ、闇が。いい、1分のやつ消す。あと、あ、一番最後のやつも消しといて。どれ？2分53。うん、それはなんか間違えて撮ってたやつやから、練習してるの。大阪魂してたらかん声って何曲？12？ なぜ12？13 12、3、うん。人生は何度でも自己始められる。ピンク、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 そう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 、あ、11曲か、11曲か、うん、大阪がたまりは捨てちゃいそう11曲、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 しかないんですか？待って、なんでなんで、じゃあどれか1個取れてないってこと？11曲ある？うん、声声声声してたらあかん声。11曲もやってないんじゃない？え、嘘？だってでも しんどいやんみんな出るから。でもじゃあ本来あみたちの公演もユニットなくしたら11曲、10曲ぐらいで、1,2,3,4,5、うん、あ、2,3,4,5,6,7、左柳取った？取ってない。は？え？しだれ柳ってない。え、覚えた？覚えてない。え、覚えようねって言ったやん。覚えようねって言ったやん。もうこんなんばっかり、この人ほんまに嫌やもう。しだれ柳はその新しいシングルのやつやから。でもしだれ柳しかなかったやんこの時。うん。うんうん、だから知らない柳でもいいやんってなったんやん。あら、新しいシングルやったとしてもやってるやんその曲。やとしてもやと思うんやけど。え、どういうこと、どういうこと。やとしても、うん、ワールドピーポ撮った？ワールドピーポ撮った。一旦確認してみる。何を？どれがあるか。いやいや、ささささ行こう、撮った？うん、あれ、歯も撮ってた？歯も撮った。歯楽しかった。ウィンクの動画見て覚えたから歯を撮ったん？そう、アンコール1曲目、うん、ミックスジュースやった妄想があるフレンズ、超絶可愛い、絶対遠距離ポスター。
なるほど。フロンティアやったらパイオニア。なるほど。じゃあウィンクなんや。ウィンクやわ。ウィンクだそうです。え、しだれ柳何回もかかってたよ曲家で。なんだっけ。あれそんなさ。携帯なくした。あ、ここ怖い。この人怖いです。今日の23時59分までに覚えたら間に合うから。せやな。今日とりあえず何一番最初、俺らとはか今日か明日に俺らとはをあげるから一曲ずつやんな。うん。ウィンクといえば。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。今うちにも沢賀さんが段ボール箱届けてくれましたやって。11かなって自分で言ってるのって11って知られなきゃ入れて11やで。あ、そうなんですか。11か10って言った。11って言った。あ、11って言った。もうほんま。え、でもさっき数えた時知られなきゃ入れてないで。じゃあ入れずに10曲あるってこと。じゃあ入れずに11曲あるってこと。多分ないよ。ない。じゃあもうないんやわ。あ、あるか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あるわ。あるわ。え、じゃあ何個も取ってないやん。取ります。いやでも昨日ちゃんと、昨日じゃないかもしれへんのか。昨日何回か分けたから。せいや、モーサーガールフレンドはねチームが違うからね。だからアメが覚えたのはウィンクさんのやつやから、あれです、あれです、はですね。てか途中からちょっと順番バラバラやね。やめっといても今ちょっと若干流れてるんで。あ、そうや、確かに音楽流れすぎたらバンされちゃう。あー、喋らないと。あー、浅岡さん、今日のイベント、今日のイベントって何。俺らとあとトゥルーパーパスとか懐かしくてやばい。トゥルーパーパス、そう、トゥルーパーパスさ、この前コンサートでやってたよな、あのチーム M さんが。あれやっぱしだれ柳がないだけかも。ほら10曲、あれあれ。アンコール曲1曲、チームによって違うもんね。ね、らしいね。あれ12曲あんねんけど。ん ?1,2,3 トゥルーパーパス、ボコエ会で白柳道頓堀を泣かしてくれ。はっ6,7,8,9,10 さささ最高ワルダーズピーポー。あれちょっと計算は合わない。合わないらしいです。使う使う、これの、あ、あ、このページ使っていいよ。今後は使わないから。思い出は邪魔になる。ちゃん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 。母はかっこいいよね。昨日の朝見て印刷された紙が何枚か入ってました。あ、高松さんどこにも届いたんかな今。やったー。やっぱ今日かみんな届くの。運送屋さんがみんな頑張ってるのね。あれ？あった。あ、そういうこと。今日のイベントはってそういうことか。みんな今日は三つ田行くよねって話。頑張れ、そしてお疲れ様ドライバーさん。
みんなに感謝を伝えようの会、みんなで感謝を伝えようの会順番バラバラやん。佐川さん水分補給してね、してね。ちょちょ怖い怖い。あー母校がない。え？最後の間違ったとか言って消しちゃったんちゃう今。ちょっと見てみて。ちょっと練習っぽく踊ってたらそれはほんまに消していいやつだと思う。え、じゃあ練習じゃない本番は撮ってないん？撮ったと思ってんけどな。練習っぽく踊ってるやんな。ちょっとライブやと思っては撮ってない、うん、じゃあもうそれは、ま、消していいやつやな。あ、一緒のやつ間違えてるやつ。あ、じゃあ僕を2回、じゃあこれ一旦戻そう。練習やけど。練習やけど。もう一回撮るとして。うんうん。白柳を撮るとして。白柳やばい。やばい。マジ白柳。白柳じゃなかった時って ありましたか皆さん。いや、多分ないっすね。で、いや、なんかそのシングルが変わったら、うん、やる曲変わるやん。うん。あみたちの場合は2回変わってね、世代交代は。最初好きだ虫やって、うん、好きだ虫、投げささ以降、ちゃ4回変わった、3回変わった、ダン好きだ虫、ダン、投げささ以降、これが愛なのか、めっちゃ変わるやん、すごっ、うん、そこをそう、うん、覚えるかどうか問題の話になって、うん、最初の方に、うん、覚えようねって言った、うん、ママは、うん、でうんって言った、あやみも、うん、覚えてない、これも未達成なるやん、今月やばいやん。え、覚えよう。うん、うん、白柳のみっぽい。やっぱそうやんな。好きな虫やってない。だから変われへんから、変わるんやったらなんかどうしようかなってなったけど、変わってないんです。あ、好きな虫やってたよ。なんです。頑張って、頑張ります。じゃあ。やばいな、白柳。どの曲ちょっとだけ見たい？おとなしやけどちょっとうまく踊れてそうなやつ。これが一番うまく踊れてそうなやつ。うん、うまいかは分からんけど、ウインクは慣れ2回目やん。もうウインクの柔軟、うん、はい、今日からちょっとルームスの動画に1個ずつ載せていくんですけど、とか似顔絵今日から載せるって言ってもう止まってんだよあなた。そう、あの夜どっか行ってる時は載せれてない。もう写真全部撮っとけばいいやん、そしたら載せれるやん。一個一個直して載せてたからさ、訂正して載せてたからさ今まで。ウインクも みんな見たことあるやん、あるルームス入ってくれてる人、うん、ある。誰かか、はい、じゃあここからサビ、うん、サビすごいとこで止めるやん。サビ前やね、もうちょっと待って、言っちゃった。これはあるよね、ずっと前から覚えてたからまだだいぶ踊れてる方ではある。あ、でもこれもショールームでやってたか。
この間やったな、スタジオの。うん、それ頑張ってさ、物全部グワーってどけてさ撮った。そうやで、もうだから映ってないところは結構ギュギュ。それはこれもショールームでやったっけ。やったけどできてない。どうやったら動きって大きくなんやろ。ショールームでは、あ、聞いて最後の方猫めちゃくちゃ出てくるね。道頓堀の時とかほぼ猫。楽しみ。そのみんな踊ってたらこうへんねん、うん、道頓堀ってあんま踊らへんやん。猫ブワーっている。みんなそのイントロでブワーって逃げてった。これもちょっとだけ、てて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 て、本当の目的。あっという間に過ぎ去ってゆくよ。ダーン。ダーン。ふっふに一個ずつ毎日、はい、します。今お試し期間やったね今の。ちょっと私が代わりに載せていきます。あゆみの携帯じゃ載せられません。だから今年のやつどうしよう。あ、ママのやつもやらないとちゃんと。はい、ママのジム週2以上行く。こっちはちょっと最初見て、そうね、見てみんなもう達成にしてます。この人、この人な、この人ってこの人な、あのなさ、シダリアナギを入れてないと思ってたもんな。そうそう、すぐ書いちゃってん達成って。そう、達成したって思ってるから。そう、この人思ったから、あのすぐ書いちゃってん。そしたら達成達成って思って書いて、そうそう書いて、あのシダリアナギなかったね、やってないねっていう時間、まあ時間がなかったり覚えられなかったわけじゃないもんな。覚えんでいいと思ってたよ。そう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 、言い訳。で僕はシンプルに取り忘れ。ちゃんと昨日覚えてたもんね。でも取ってるやんちゃんと。あ、それ途中やばいよ。あ、そっか、ちょっと集中力切れてあーってなってる。もうちょっとこの人こういうとこあるんですけど、それでも愛してくれますか。はい、次ママ。ママあ、ジム週2以上行く。行きました。週3行った時もあったし、なんなら今週は毎日行ってます。でもでも、でもなんだろうね。なんでだろうな、なんで痩せへんのかな。 0.3g 間違えた、 0.3kg 痩せた。ちょっと測ってくるわ今。早くダッシュ。流行ってごまかしてる。さそういうとこありますねって言ってもろてるわ。言ってもろてる、言ってもろてる。田岡さん根拠ないしなーって。証拠やろ。あ、証拠か。何の証拠。え、行った証拠。あー、そうやんな、何とでも言えもんな。え、なんかさ、うん、そのジムのアプリに、うん、ピッて入館するときにピッてして、うん、なんか行った日みたいなカレンダーに出るって書いてんのに、うん、出たことない。出たことない、ね。ちゃんとピッてできてないとか。いや、してんねん。してる。うん、でも最近さ、ママが帰ってくる時間に家おらんからさ、うん、なんか、あ、遅いなとかが分からへんねん。帰って、あ、今日帰ってくるの遅いなとかが分からへんから、分からへん。遅かったら行ってんのかなって思うけど、
言ってんねん。実は言ってない。実は言ってない。そうやな、だって言ってたらさあ、うん、いや言ってたけど、だからそれ以上に食べてるんでしょ。だから今日のカヌレや。それもあるな。まあここは優しい世界で。全然リバウンドしてる。あら、リバウンドとかじゃないな、全然あの全然無理。全然無理。全然太ってる。うん、あ、じゃあ達成ならず。うん、すいませんでした。はーい、はーい。全然ならずです。はい、ならず。うん、はい、6月の山村会議終了。ちょっと本気になるのが遅かった。次7月ジムやめよう。やばい。早すぎ。諦めるの早すぎね。器用。それがな、行ってなくないっしょ。今月1回行ったか行ってないか。うん、で、うん、なんかそのさ 1.5 玉が器用の1玉やって話はしたやん。うん、した。だから器用のつけ麺の1玉はちょっと少なめやね、うん。でもみんなと1玉しか食べへんって約束したやん、うん。そしたら、うん、なんかあの少なめの1玉しか食べられへんやったらちょっともういかんでいいやんみたいな感じになって、うんうん、もう用行ってません。すごい偉いです。え、待って。ん、何？あ、全然やん。なんかどこか。何キロ足りひんかった？え、1キロぐらい足りひんかった。やばい。戻ってるやん、前回より。ちょっと戻った。X-5.6 が目標やってんけど。うん、X-4.2 でした。あら、全然ダメだった。何しようかな。全然ダメだったねって言って。全然ダメだったね。生果樹パや。もう一回やって。全然ダメだったねって言ってるやんな、果樹パで。ちょっと棒っぽい。全然ダメだったね。え、何しよう。今月コンサートあるもんな。そう、しかもチカッパもあんねん。ほんまや、さっきさ来てたけどさ、はあ、身長伸びたんか、ママ。なるほど。あ、おいおい、でも今日は増えんで。自主的にさ、うん、この公演覚え出してさ、うん、っていう。今日、あ、コメントがもう消えた、うん、探してみようか。自主的にさ公演覚えるようになったやん。覚えてるやん、うん、だからさ、このコンサートリハの曲覚えるん楽になった、うん、みたいなコメント。あ、待って、ワンチャンあやみんとこ残ってるぞ。今あれが始まったばっかり。あ、今大阪魂の話が始まったばっかりや。ジムやめよう、おもろい。ジムもうやめてしまえってこと。もう痩せないとやめようってこと。今月は散々な結果。やばい、全員がみんなボロ。筋肉ちょっとついたんかな。あの、だから脂肪を取るんじゃなくて筋肉がついてしまった。代わりに別のところで食べてるんでは。ドキー、あ、やばい。あ、これや。あやみちゃんにして、金曲覚えてるから、やっぱライブの曲覚えやすいっていうやつ。そう、
それさ言ってたよ、悩み。これも知ってる。あ、この曲も知ってる。あ、そうそう、だからそう、あの覚え、知ってる曲が多いから覚える曲が少なくなったの、減ったの。夏だね。そう、知ってる曲やったり、今までやってきた曲があったりしたから。で、7月何にする？休まなくていいから原稿欄に準備つけて、好きなの食べましょう。痩せたいんです。痩せたいんですよね。ちょっと痩せてる頃に戻りたいんですよ。7月のにあまる会議、うん、目標は、うん、コンサート2校もあるから、うん、コンサート自主的に公演を覚えるシリーズは、うん、別にやめるというのは、うん、それはもうあやみの意識次第ですよねという話ですね、うん、でもコンサートと下っ端に集中、うんうん、そうやね。なんかそれやるならコンサートちゃんとやりやってなるから。確かに自分の中ではな。じゃあコンサートとちかっぱをどうするか、うん、でもさ、その前も書いてたけどさ、その評価できる目標じゃないと意味ないから。ちかっぱって完売とかある？ない、わかんないとりあえず10期生は継続ってことやろ。10期生と写真は継続、うん、でも今日はできたら、あ、そっかそっか、一旦、うわ、でも今日できたら、あ、でも今日も書いとく、うん、一応書いとこう、今月も書いとこう。今回は10期生のみんなとインク、佐々岡さん何年前が理想ですか。え、何年前やったか、2年ぐらい前。もうあれやけど、まあ、ベストはもうあやみ産む前やな頑張れ、はい。で、で、そして次何にしよっかな。X のフォロワー増やすとかでもいいな。ライブとチカッパを得て、うん、X のフォロワーが増える、増やす、うん、X のフォロワーってどうやったら増えるんやろ。 今確か、うん、だから6000かな目標。いやでもそれは今た確か6000、間違えた間違えた、5900何人ぐらい今だったっけな、確か今5997。もうあと3人で6000年じゃん。6000年じゃないわ、6000人じゃん。6000年6000年です、明日じゃあ1ヶ月やろ、うん、6000、うん、6000、キリ悪いな、60006000何人増やそうと思ってんの。だって昨日か一昨日とかでも、うん、からもまたちょっと増えてるで、今日で。うん、世代交代でかな、わかんない。6,030人その倍数にしとこう。甘くない、6,130人か、6,100ぐらいにしたいね。あ、6,028 いや、もうあと30人ぐらいやでもそれが難しいんかな。6000年はちょっと足りひんな6000、あと3人で6000になっちゃうから、うん、それを踏まえ、一体よし、ね、あ、X のフォローをだけ書いとこ。え、お前それでいいの。え、うん、うん、え、何、本当にいいの、何がある。じゃあだって自主的シリーズが一旦できないんだよ。しかもキリがいいのは6100よね、うん、ただ絶対でもな、まあ、メイヤ X のフォロー、あ、乾いた、また9。ツイッターの綴りわからんからひらがなでいいよな、う
カタカナでした。ツイッター。でもその X のフォロワーを増やすというために何をしなあかんのか自分で考えなあかんねんで。それはもう各自各自っていうか各自何をんのあなたたち。あんたたち何をんの各自ママも入ってる。どうのやろうか各自考える。6100ぐらいがちょうどいいかな。100でいいや。お毎日夏休みっぽい写真を投稿する。あ、毎日1写真投稿、うん、なんていう、おはようとかお休みとかは頑張ってやってるけどさ、うん、とか告知とかもしてるけど、うん、なんか何々なうが知りたい。あやみなうが知りたい。あやみなうが知りたい。あやみなう。あ、じゃあハッシュタグあやみなうね。あやみ日記はどこ行ったんじゃ。あやみ日記はね、あ、何もなさすぎて書くことが最近。あ、じゃああやみなうの方が投稿しやすい、うん、あ、そうなんだ。だから日記は何か出来事があった時にやる。なうん、はもうマジでなう、うん、いいやん。あやみなうをじゃあ、うん、ルームから X 撮れるようにしてほしい。あ、そういう設定とかも。ルームスからこれからじゃない。あ、そこからやばば。あとで URL 送っといて。ショールームを毎日時間通りに始める。うん。それも大事。今日はメイビーちゃんすると、え、あの今日寝坊したん。いや、5分遅れた。え、ママ起こしたやん。起きたよ。てか寝坊じゃない。あ、そう。今言ってるじゃん。もういいや。ヨシミンみたいに配信画面にバナー貼れるといいね。配信画面にバナー、どこどこ。この上のこれとかに、あ、 X のあれとかを。あれは、あ、あ、でもそっか、そうやな。自分じゃないと見られない。ね、今おる人みんなとりあえずさ、ツイッターフォローしてみてしてみて。あれ、自分もされへんねんよ。あ、今日の髪型投稿いいよね。ほぼおろしですね。今日のメイビーちゃん、今日のメイビーちゃんはペン探してた。あの準備をしてたらいつの間にか5分経ってて。ちなみにちゃんとね、やれやれ、8時半前に座っててん、ここ携帯置いて。ほんで、うん、違う、今日似合われ会議やってなっていろいろ探してたらなりました。今いてる人はほぼ知ってるでしょ。知ってるか。ありがとうございます。で、またそのペンをなくしてしまった、さっき。よくないよ、メイビーちゃん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 。いや、だい、ちゃんとメイビーちゃんって言ってるから、まだ大丈夫。いや、メイビーちゃんがいなくなるのが一番いいでしょうよ。約束は覚えなかった、まず謝りましょう。ほんまにそれ。いや、まあ、もういつも言ってる。言ったよ、ちゃんと。みんなには言えてないけど、今来てる人たちには。はい、すいません、まくれてしまってすいません。嫌な言い方。30分遅刻したから許しますって言ってます。30分遅刻した人が、はい、そうやね。なんかさ、なんか言った時にさ、まず言い訳出てくる人ほんまに嫌やねんやん。でも、ママに、ママにはそうやわな。この人は、え、でもママ、あやみはなんか、なんか怒ったらごめんとかだけ言うから、それも嫌やねん。らしいです。ごめんって言われて、いや、ごめんじゃなくて、なんでなんとか言ったら、何々やったからとか言い訳すんなとか。なんでやねん。おそれはなんでやねんやったわ。今はなんでやねんやんな。今はなんでやねんやったわ。配信してくれるだけで嬉しいから、大丈夫やで、優しい。あ、で、あ、待って、ママは何、あ、あやみクイズとかもいいね、やって。うん、いろいろしよう。またまあ各自考えます。各自。あ、ベリマユさんのあやみたいなアカウントや。じゃあ、じゃないだっけ。アバター。アカウント。かわいい。あ、フォローしてきたよ、やって。各自、かっこ一人。それな。謎。フォローにする。あ、乾いた。
あ、ほんまや、フォロワー増えてる。え、じゃあ6000人目になれる人がおるってことはもうすぐ。え、今5999？うん、今5998。あ、はい、オッケー。あと2。あと2？ママ6000人目になりたい。一旦フォロー外そうかな。じゃ、そしたらまた冬減るやん。ダメやん。言い訳、メイビー。まずごめんを言おうね。はい。今僕踊ってた。お前一旦みんな外しちゃった意味ないじゃん。じゃあ意味ないねそれ。それを減って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 。なっちゃうだけ。待って、6001になってる。あらら、誰だ。6001になった。6001になっちゃった。100人増やすのね。だからあと99人。キリバン踏んだ書き込みして懐かしい。やってた。6000人超えた、おめでとう。やったびっくりした。配信中に6000人が。誰やろう6000人目の人。しばらくは増えたり減ったりする、そういうもんなのよね。そういうもんな。だからなんかさ、あやみなを投稿するも書いて、毎日。私もこれの、これの、うん、書いて。毎日あやみなを投稿する。あやみつ、あ、オッケー。でも皆様ご覧の通り、この人忘れっぽいです。毎日あやみなうが、あー、もう風上がるかどうか、一旦まだ交互期待ということで。あ、6000になったって。え、なんで6000なんの、誰なんはずさ。ねえ、ママの、はい、ん、ねえ、時アーペン知ってます。知ってるんや。知っててなお応援してくれてるのありがたすぎね。やっぱさ、なんかありのままでいいんよね、アイドルって。な、なるはず。お、犯人見つかったかも。あ。たまに笹岡奈緒でもええよ。本当？じゃあたまに笹岡奈緒にしようかな。ね、たまにな。投稿ってどうやって書く？投稿ってどうやって書く？投稿は、うん、調べよう。投げるやな。底辺に。あ、たたか、あ、オッケー。わかったわ。麦辺に高い。のぎ編って言わないで、わからない。え、のぎ編って一番わかりやすいやん。そのままやん、オブザイヤーよ。のぎって何？そうそう、のに、ぎやん、うん、あ、そういうことか。うん。え、伊藤さん、あゆみさんに便乗して9期生のイラストあげてみました。木永さん、あゆみ、ハッシュタグ木永さん、あゆみさんで見られるかと、よければ。あれだ、見どこに今見よ。6000社目してきた。6000社名してきた。ありがとうございます。やばい、ペンがめっちゃ乾くから身がこのまま放置してるから。痛い。一旦かゆいの書きます。ママのは何、何キログラム。ママは、うん、何キログラム。ジム、うん、ジムはもういい。継続、継続です。ジムはもういいですか。ダメです、書かないけど継続です。ママね、うん、あの8月に友達の結婚式があって、うん、そのための服を買ったの。うん、入らない、ギリ入らない服買ったの。あ、あれか。うん、え、じゃあギリ入るかな。ギリ入るやな。ギリ入る、あの2人おったら入る。2人おったら入る。閉めてくれる人がいるな。いや、うん、そう、ジッパーはしゃあないやん。え、じゃあクイッとしないといけない。うるさ。そう、ギリ入るんよ。なんで入らんの、買っちゃうの。それがね、1万何円の 80% 引きやって。そうそう、80% 引きってやばいやん、うん、そんなもうほぼタダやん。やばい、うん、まあ確かにな。100円が20円になるってことやるの。
そう、100円が20円なんねんで。やばい、ギリ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 入る、ギリ入る、ギリハッピー、ギリ入るね、ギリハッピー。もういい、もういいよ。来て歩いてると裂ける、裂はしい日に切れるし、うん、歩けるけど、切るまでが多分イエーイとかやったら終わる。ビリ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 イエーイとかやったりとか、なんか結婚式やから、まあ、そうブーケトスとか、うん、こっちこっちとかやったら、うん、やれへんけどとかやったらやばいから。それしかもさ、結婚式って美味しいご飯出るやん。そうやね、その時に食べて入らへんってなるやん。入らへんってなる。着替え持っていかないと。そう、それをだから、それを着るためにママも今週、先週から毎日ジム行ってんね、うん、30分歩いたり走ったり自転車乗ったり、うん、あとは筋トレしたりストレッチしたり、うん、ママは取っちゃダメ、たしそうやけど、でもな、取ったら嬉しい、取れたら嬉しい、取れたら嬉しい、可愛いから、可愛いから。あ、それでその服をちゃんと着るために、うん、何キロ着る、その服をちゃんと着るにする。何キロ痩せるか決めよう。ワンピースを着る。無理、何キロ痩せる、何キロ痩せるも書くけど、うん、なんかこれじゃないで、今から何キロ痩せるか分かんない、分かんない、決めたい。分からない。よいしょ、そのワンピースを着るにする。ワンピース着れるように、だって今も着れはするやん。ワンピースを着て両手を上げるにする。長い長い。ワンピースを着て両手を上げるにして。ワンピースを着るでいいもん。ささわかブーケトス。ワンピースって書いちゃったし。帰りにマクド食べるわけやね。そういうわけやね。ワンピースを着れる。余興でダンスとか踊らない。なんて？余興でダンス踊らない。ダンスとか踊るんや。結婚式って。そうやで。余裕。そうやな、大事なのは体重じゃなくて体型で。余裕、余裕。一応見せるかどうかは別として、今のギリのところと、うん、見せるかどうかは別として、写真撮っとくな。はい、次何キロ痩せる。今が 4.2 やから、でも 4.2 やで、半年で頑張ったくない、うん、半年、ごめんなさい、うん、半年だって始めてから半年。 x-5.5 6にしよう。じゃあ 5.6 にする、うん、だから、あの前回を継続して、だから 1.4 キロ。ワンピースを着て両手を上げるにしてって言ったのに入らない。な、余裕を持ってワンピースを着る。2行にしたらいいや。余裕を持ってをかけんねやったら両手を上げるってかけるやん。余裕を持ってここにかけるやん。じゃあ両手を上げるにしたらよかったよ。両手上げなあかんねん、ママは。なんでなんもういいや。7行こう。7、7、あ、6書いちゃったもん。え、いいよ、 5.6 で、うん、8にはできるよ。頑張った。そう、片手じゃダメやねん、両手やねん。片手じゃダメやねん。そう、片手じゃダメやねん、両手あげなあかんねん。お互いには厳しいのが笑える。ほんまな、自分に甘いのにな。厳しかったよな、さっきの。はい、じゃあ何キロのやつ。お互い様やな。続けと取ろうとして、取ろうとしてないよ。親子ですね。似てますね。そうやな、そう思ったらもうちょっとあやみに優しく。自分に甘くて他人に厳しい。他人に厳しくはないねんけど、あやみには厳しいな。あ、確かにな、あやみもママには厳しいかもしれない。
お前ママ絶対横浜で小籠包いっぱい食べるとかしたあかんで。うん、頑張る。結婚式いつか知らんけど。あ、しょうまちゃんおはよう。おはん。はい、かけた？見せて。かけた。じゃん、痛い。どうやって小籠包なんてのセンキューしよう。うん、ちっちゃくなったね。そうなのよ。7月度にやまぬ会議目標。ちょっと次回1行に書いてもらって。え、1行で書いてもらって。これうん、OK。 10期生のみんなと写真撮る。うん、X のフォロワーを6100人にする。あやみなうお。毎日が抜けてるよ。毎日です。毎日です。ワピ。ちゃんと書き直した。ママの目標、ワンピースを余裕を持って着る。X マイナス 5.6 キロ痩せる。はい。して両手を上げたいらしいです。はい。ワンピース着て横浜の中華街行ったことないから行ってみたい。でも食べ過ぎたらあかんで。昨日な、あ、うん、ごめんなさい。昨日昼公演終わって、うん、でお腹空いたから何も食べてなかったから、うん、昨日夜食べてないな。夕方以降食べてない。サイゼ行こうと思って、うん、一人でサイゼ行って、うん、たらこパスタ食べていつものやつね。サイゼのたらこパスタ美味しすぎて、うん、1個食べた後にさ、うん、え、やばこれもう1個いけるってなって、うん、なったけど、うん、食べへんかってそれが普通ですそれが普通なんですねすいません昨日笹岡さんのお見送り後ろから眺めてた。めっちゃ後ろだったね、しおまちゃん。あ、そんな後ろだった、うん、気をつけられへんかった。普通です。普通ですなんです。優しい優しいねでも本来は一皿でお腹いっぱいになるはずなんです。え、あのサイゼのパスタ1個でお腹いっぱいになる人おらんね。おるねん、ここに。え、1個やだってピザとか食べるよ。辛味チキンとかも食べるよ。辛味チキン食べてないよ最近。ピザ食べるよ。ピザ食べてない。食べてるしな。それは前やん。食べてるしな。いや、お金があれやから自分で行くときはそのパスタ1個なんかもしれんけど、うん、それはその時は何でも食べていいよって言われたら、その日のお腹の好き具合による。食べれるやろ。食べれる時もある。そうやね、サイズは3品食べるのが基本。本当にそれ。昨日いるとざわざわしてたけど、そんなんなってた。まあでもいるでしょうね、普通に。そりゃいるでしょうね。そりゃいるでしょうねってか。11、え、あやみ単押し？え？え？おかしいな、佐伯単押しでもなかったんけどな、うちはかな。レン単押し？あれ？なぜ成長期と比べるのか確かに。それはそう。それでは小さいから安い。あ、やっぱ小さいやんな。そう思う。なんか良くない気がする。昨日のワイの昼ご飯はザルそば3人前でした。えむぐした。え、おもろさんめっちゃ食べるの。すごい。あ、ゆきの帰ってきたね。おめでとう、うん、おもろさんね。なんかもう逆に白くしてるおされな店のパスタのおやつや。あ、ちっちゃいちっちゃい巻き巻きのやつね。あんなおやつやんな。うん、あれはおやつ。一口でもうピッ食べれちゃう。仲間見つけてボリューム上がってた。これはスガキ屋かな。スガキ、どこ。昨日はスガキ屋でラーメン食べた。スガキ屋行ったことないかも。あ、だから欲しいなのか。うん、エビ型多いことに気づいた今
トークの流れ星キャッチの時近くにいたの気づいた。え、待って、雨全然見てなかった周り。昨日の夜やんな。あら、おかしい。タンポポの決心で泣き始めて雪飲んでてきて一番泣きました。いや、そうやんな、雪のその人は、うん、おるってなった。そう、あの、いつだから、その駅の出てきて、うん、声援が、うん、おーになったから、なんか、ふ、なんか何やろ、あ、みんな出てきて、あーみたいな感じが、おーってなってた。おー、泣いちゃうな、そんな、うん、頑張って喋ってた。待って、はー、頑張って喋ってたです。可愛かったです。今日も昼公演後、2週間 TikTok で見たみな麺、うん、人類みな麺類のやつ、冷やしまぜそば食べたくめっちゃ美味しく、え、どこなんやろ、見たい、あって、食べたい、あ、え、昨日の流れ星キャッチでゆいちゃんはバツした人です。あ、それキャン、キーキャメさんやったんや、昨日の。ゆき飲んでるのはちょっと前から知ってたから、みんながなんか、そのみんな出てきた時にどんな反応するかなって思いながら出てきたよ。うーん、あと、ゆきの乗せたって、そう、たまにね、あの、今まで、昨日も今までもゆきの乗せたんティーを来てくださってる方が結構いて、うーん、知ってたよ。あれ、みんなの白米さんが来た。なんか来た。こんにちは。じゃあさっきも白米さんおらんかった？え、おらんかったくない？おったよ、白米。じゃあなんか違う白米さんなんやと。白米さん2人おんねや。白米さん2人おる。あ、そうなの？なんかみんなのと白米さんがおる。みんなのと白米とみんなのがいる。そうか、うん、白米さんとみんなの白米さん。元気そうでよかったね。違う、白米さん。あ、ほら、白米様。みんなのと白米様がいる。おー、なん、すごい。白米様とみんなの白米。まさのさん、さっきも T シャツほんまにおもろかった。あ、T シャツの。着てた、着てた。あ、そうそう、着てた、着てた。横が2週間やってんやんか。お送り会の時に2週間も笑ってた。Tシャツすごーって。見られへんかった、あれ。まあ、ツイッターでは見てんけど。あ、そう、ツイッターも見た。生の T シャツ見たかった。見られへんかった。みんなの鳥取さんいないよね。みんなの鳥取さん、みんなの鳥取さんは見ないかな。なんかさ、うん、その勝手に公演覚えるやつあるやんか、自主的シリーズ、うん、あれやってる時さ、うん、まあ、例えば今回やったら大阪魂してたやんか、うん、なんか絶対 N が頭に流れんねんな。 N じゃないわ、ぜ、よっしゃ、 N じゃない、あれや。だから前回やった公演シリーズの音楽がめちゃくちゃ邪魔してくる。毎回 N やってる時もなんかずっと M の音楽流れてた、頭の中で。え、なんで？から切り替えできてない、我らの鳥取さん。鳥取、あ、鳥取住、しょうまさん、しょうまさんって久しぶりだわ。しょうまちゃん鳥取住みやって。そうや、前言ってた、うん、しょうまさん鳥取なんや、ラブーやって。出たな。そうね、もうちょっとさ、長屋とかってんけどさ、目の前に行ったらさ、なんかね、ちょっとあれやなって、もちょっと投げました。待って、今脳内トゥループアップスなってる。あ、今あれ、ママが歌ってたせいで、あれあれ、あの、すべてやつ中継か。あ、ごま、おいで。え、なんで逃げるの？ごま、ごまちゃん。おいで。
ちゃん、おはよう。今日あんま会ってないな。やっほー、おはよう、おまちゃん。おまちゃん、公園入るとき車で6時間かけて下道で遠いよ、寝れるよ、その時間6時間あったら睡眠できちゃうよ。あ、困ったな、この逃げ道なくなっちゃったな。で、劇場までチャリ、近あ、もしかして10時間くらいかけてるかもしれない。なーに、やすかゴロゴロ言っちゃって、あー、かわいいね。なんでカメラ映ってくれへんの、そんなに。見て、かわいい。や、うん、そうだね。はい、かわいい。今膝っていうか足の上に乗っかってます。ここえ、バリかわいいんだけど、なんなん。昨日も寝てる時ずっと手のとこおったよな。かわいい、かわいすぎや、あなた好きだよ、ごまちゃん。まあ人間の年齢はごまちゃんの方がやけど、生まれた年数はまだ1歳になったばっかもな。うん、かわいい、んー、チキチキ。今日は暴れないの、豆と暴れないでね。かわいい、なんかキラキラしてんで、ね、ところどころ。ママー、あ、カテネールの絵の具は、そう、ごまちゃん、この子です、これです、これが登ります。いや、かわいいね。みーちゃん、昨日残業頑張ったんで、スイーツ食べていいですか。いいです、もう食べましょう、それはご褒美、ご褒美必要ですからね。うん、かわいい、無理、かわいすぎ。どっちの？まっちゃん、あ、バリ舐めてくる。でも舐めるのはあんま、なんかいつも噛まれる、甘噛みされる、いつも甘噛み姫やリアル。ごま、今日かまへんな、あんまりな、スリスリしてくるだけ。あ、行っちゃった、バイバイ、またね。またな、また待っとるぞ、ここで。壁にスリスリしてる。え、もう10時半やん、びっくりした。もう2時間経つってこと、初めて。ごまちゃんのスタイリスト、そう、ごまちゃんがいっぱいこっちに来てくれるから。え、もう2時間、ママー、もう2時間経ってる、怖っ。もう2時間経ってる。え、やってから、うん、配信、うん、怖くない？時空歪んでる、多分歪んでる。え、やばいよ、もうここで10時半や、やばい。
で声の置き場所どうしような。だけすか、なんかでかくてさ。お母さん10期生たちのやつに行って行く差し入れとか言ったら、差し入れって大体は始まる前に、え、じゃあ差し、あ、まあそうだ、ね、もでもまだ始まらないでしょ、1時からね。うんけどさ、1時直前とか無理やん、そんな。うん、早っ。ばい、猫に猫の毛ついた。あ、ごま、あ、逃げちゃった。さっき闇の膝折ったんよ。えぇ、ー、うん、すごい、正月の公演と世代交代初日と千秋楽といけた、すごい、すごい。あ、待って、ママもや。確かに。ちゃんと。裏ナンバちゃんが始まった。え、今日そんな時間くらいやってるの？今日って7月28か。あ、これ裏ナンバちゃんでやるんや、吉本スポーツフェスティバル。見なきゃ。バイバイ。バイバイ。あ、やめた。5月28日曜日、8時半からですね。もうちょっと大きく書きませんか。いっぱい書くのでちょっと待ってください。1位はビッグマックがいる。ないない、うん、もう壇上読んだ。まだだよ。まだか。うん、ここ猫いります。あさこさん、バイバイ。バイバイ、見てくるね。バイバイ。ほほえみのジーンさん、うん、来てたん、うん、昨日の夜。あゆみ何、え、目の前にいた。あの客席行ったら目の前にいた、うん、アフタートークで、しかも、ま、ちょうど目の前。1位の方はアバターお着替えお願いします。天気ですね。笹岡さんは黒が似合う。昨日かな。多分もうほぼ黒い服持ってる。そうね、ほぼ黒いイメージがある。笹岡さんがマイティは X になりました。え、どこやったかな、ママのマイティ。え、ママのマイティどこ行った。あ、そこそこ。あ、ここにおる、うんうんうん、ママのマイティも乗せる。え、まあどうぞ。レイオちゃんパイオリン似てたな。レオちゃん似てるよな、うん、次がサンちゃんも似てるねん。ミソラちゃんが、うん、ちょっと全然、うん、全然違う。誰キュウキじゃないかもしれん、うん、こっからもボロボロやもんな、うん、でレイポン。もうあと全然違い分からへん。あっママの前とか乗せ、いや、やめとこ。怖い。ママの前はちょっと乗らない方向で。うん。黒暑かった、ほんまに。でしょうね。もう読もうかな、壇上。うん、劇場行くのかし。うん。白は膨張しますからね。大食い企画のお寿司美味しかった。やって、あ、うん、あれも食べたん。食べた。黒は痩せて見え、てんてんてん。そうです、痩せて見えるから黒を着てます。あと黒が似合うから黒を着てます。白着たらさ
色黒が目立っちゃうんだよねっていう歩みをね、マイティならお母様に挨拶させていただきます。マイティあれやで、お話し会、じゃあ握手会行った、可愛いから。そしたら分かってくれてた、ママって。さあママあれよ、あやみ一番最初の時から、あのあやみ入った時から知ってたよ、ママ。なんでマイティが、うん、なんで大阪魂、あ、ビルビーアイドルとか、ビルビーアイドルも行ってた、大阪魂も行ってた、行ってた、あたりや、タリーズで会ったことあるやタリーズ、タリーズとか言っちゃった、ごめんなさい。なんか某コーヒー屋さんで、うん、ママが、うん、かこうコーヒー買う、コーヒーとかティー買おうと思って並んでたら、うん、マイティタイピー来たんやって、偶然。しかもそれで、その時あれやろ、マイティさんは、うん、ママが、あ、そうそうそう、アイカーをしましたやで、みたいな、うん、言ってくれてたわ。すごいよな、すごいよな。そう、娘さんオーディションどうのこうのみたいな。それで、あの一番最初のイベントの時に、うん、その写真撮ってもらった時に、うん、そう、お母さん覚えてるよみたいな、お母さんもお母さんもと一緒に来てくれたよなみたいな、ちょっと言ってて、え、マイティさ、そう、ティー買おうとしたらマイティマイティ握手会バリかわいい、うん、あんなんずるいめっちゃ可愛い、惚れてる、惚れてるこの人、チョロイ、チョロータや、チョロータ、そうね、めっちゃ可愛かった。え、親子がない、いつも来てたらやっぱ覚えやすいな、親子や、なんあれやな、チョローカや、チョローカ、チョローカ出るわ、あんなもん、あ、アイビーに言ってやろうやってあーアイビーにはこの間握手会で、うん、久しぶりって言われたそんなことないよって、お前ちゃんとか言っちゃったいや、ほんまマイティのあのそやねん笑顔が可愛いんです、公演中もわかる、いいんです、大丈夫よ、もうみんな可愛い、みんな可愛い、なんでなん、みんな可愛い、なんでなん、逆に疑問になってくるね、なんであんな可愛い、おにぎらずなら押し増し許される説、確かにいや、押しはもう増やしません、あ、好きってだけ、うん、可愛い、可愛い、うん、昔アイビーの握手会で号泣してたのに、アイビーのなあ、いやいや、今でも可愛いよ、大好きよ、アイビとアヤミとテンナ、テンナ、テンナ好きよな、ママ、テンナ好きや、アヤミも可愛いよ、アヤミちゃんもめっちゃ可愛いよ、アヤミが一番可愛いいや、そう、アヤミちょっと、アヤミが一番可愛いね、ママ、それも親僕じゃなくて、うん、推し、推しねんやねん、まったしママちゃんがそんなこと言ってるわ、うわ、お前あれ、ママ、昨日さゆきちゃんでもないうちは持ってたのに今日、あ、10期公演入るんや、いいな、お、入りたかった、ママも、あ、みも客席で見たかったあゆみちゃんが一番可愛いの、ともちゃん嬉しい、可愛いよね、あゆみちゃんママも一番、一押し、押し、娘の握手会行ってる時点で普通じゃないと思います。それはそうだよな、うん、友達とかならまだ分かるよ、娘やで、うん、なんか自分が産んだ、まあ、産んだか、産んでるんです産んでるからいるの今、いや、なんかもう赤ちゃんじゃないからさ、もう人やん、あの子供感がないってこと、自分の、うん、そう、あと日焼けしたな、うん、日焼けしたよな、ちゃんとやってんのにな、最近なんでやってんのにこんな日焼けとんの、へぇ、運転しながら、あやみちゃん可愛いギネス申請しないで、そうしようかな、可愛いギネス申請しようかな、あやみやばいで、ここナモンちゃんとみーちゃん見てくる、
あ、みーちゃん、ね、初見のモースさんもあゆみちゃん可愛いですよね。ねー、みーちゃんじゃないよ、みーちゃんだよ。あ、そうなの。はい、ミリアちゃんのね、みーちゃんです。みーちゃん、あゆみちゃんのうちわが増えてることを軽く若田にいじられました。笑い若田にいじられました。え、私が勝ったこと役職会に行けない人が出てる。あゆみの大丈夫大丈夫え、何が。あ、なんかさ、うん、あれやっぱだもんね。なーに、あゆみが一番可愛い。なになになに、気になる気になる、後で言う。10期生の推しな。でもなんか最初ほんまに、うん、なんか、あ、この子かわいいってなってたけど、なんかどんどん見てたら、え、ってこの子もかわいい、え、この子めっちゃかわいいやんって、え、この子めっちゃかわいいやんって増えちゃう、増えちゃうねんな。短冊には見合いで書いてたのほっこりしたな。そう、去年も同じようなこと、アミと、違う、去年もアミと同じようなこと書いてて、流れ星できるようにみたいな感じ。あ、そうそう、前回流れ星できますようにみたいな、今回はアミアヤをやったけど好きでいてくれますようにみたいな、ヒルン可愛いな。あ、今俺6005やって。すごい、今で7人ぐらい増えてるやん。7人ぐらい増えた、8人ぐらい、うん、7、8増えたよ。今日ママも DMM も YNN も楽しみ。 DMM は見ます、びっくり見ます。 YNN どうやって見よう、家じゃないと見られる。そうやねんな。で、男女読むんじゃなかったん。うん、読む。ママが喋るからやな。そうだね、これ写真撮り後でちゃんと。バイバイ。あれ、みんなをしてな。うん、な、メイクしたらメイクもしなあかんの、今から。そうだよ。あんた何時に行くと思いなの。え、だってすぐ、あ、でもそっか、買いに行かなあかんのか。行こう、行きます。あ、鼻かんじゃった、ごめん。あ、ごめんなさい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 。バイバイ。誕生読めないからバイバイ。いけます。13位みかやさん、ありがとうございます。10位なるさん、ありがとうございます。11位レモンさん、ありがとうございます。10位、トミさん、ありがとうございます。9位ひーちゃんさん、ありがとうございます。8位ダウトさん、ありがとうございます。7位タツニヤさん、ありがとうございます。6位マツくんさん、ありがとうございます。5位高松さん、ありがとうございます。4位親父さん、ありがとうございます。3位佐藤くんさん、ありがとうございます。2位まさのさん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした、ありがとうございます。はい、ということで1位の方はぜひアイコン、違う、アバターをいつも通りのやつにしていただければ嬉しいです。1位柳さんね、 OK。ありがとう。置き換えタイム。あれ、柳さんいる？いる？柳さんいるかな？あ、あ、変わった。ありがとうございます。やった。よかったよかった。この猫ちゃん欲しいねんな。みも、どうやってゲットしたんですか、皆さん。皆さんっていうか、これ結構なんか持ってる人多いイメージがある。ママが作ってる。お、
あ、この猫ちゃん飼わないといけないのね。痛い、痛くない、小商売。なるほど、じゃあ我慢します。え、クロミちゃんのやつさ可愛いよな。尻尾もり、そう、尻尾もリボンついてる、可愛い。二頭身、もう二頭身もないかもしれん。うん、ごちゃばーい。はい、では書きました。じゃじゃん、今日の1位は柳さんでした。ありがとうございます。パチ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 。はい、ありがとうございました。おまーまー。はい、ではあの明日の配信は、明日は平日やから7時ですね。はい、リボンが違うなくて、もうそや。あ、ないんか、真ん中。いや、ありがとうございました。では明日7時から配信よろしくお願いします。またね。はい、ではまた明日、バイバーイ。